今日は敬老の日です。伊賀市では市長らが長寿を祝おうと、県内最高齢者を訪問しました。内保博人市長の訪問を受けたのは、奥島里江さんです。奥島さんは1902年、明治35年9月2日生まれで、今月109歳の誕生日を迎えたばかりです。100超えましたよね。100何歳？100だ。うん。18歳。昔と変わらない。お口はとてもとても、その分まで生きた。ほら、よろしいですわ。この日の敬老祝賀会に車椅子で参加した奥島さんは、内保市長から最高齢者認定証や花束などを受け取ると、笑顔を見せていました。伊賀市内で100歳以上の高齢者は、35人いるということです。